どうも、ラオジンです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アップデート、来ましたね。ガルクが仲間になるようになりました。一応、全種類入手してみたので、開けていきましょう。多分全部だよね。5種類。間違いないと思います。どんなね、技を持ってるのか、気になるところだよね。はい、赤でしょ？おー、はい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 。何かね、いい遺伝子持ってたら、継承していけばいいんで、いいよね。おー、白なるがか。はいはいはい。二つ名もね、結構使えるんで、いいっすよね。あ、俺赤二つ持ってたんだ。赤二つだったか。で、これがノーマルのガルクだな。ああ、ノーマル。はいはいはい。ガルクは全部、とてもいい匂いのやつを集めた。集めたっていうか、とてもいい匂いしか出なかったんだよな。なんで、スキルもいいんじゃないですか。はい。ピンク、あ、こいつなんだっけ、炎じゃないよな。あ、炎か、こいつが。あ、さっきの赤っぽいのが竜属性のやつっていうこと。バゼルなんか俺バゼルよく出るな。そして、ティガね。オッケー。まあ、どんな感じか見てみましょう。それでは、見ていきましょうか。あー、いた。どんな感じか。おお、攻撃強化。もう台を持ってる。台って珍しいですよね。俺あんまり見たことないかも。特と、中と小は結構出てるのよ。でも台って結構珍しい気がするな。いや、いいと思う。おー、吸血スキルあるんだ。与えた分のダメージの割合回復。お、いいね。いいぞ、いいぞ。で、こっち炎のやつは？あ、攻撃強化大だ。これもしかして、攻撃強化大は確定でスキルつくのかもしれない。これ確定でつけば、これスキル継承要因でめちゃくちゃいいね。お、KO 大。で、あ、これもいい。中ダメージで、中確率の火傷状態。うん。いいね。12しか使わないから、使っていけるぞ。で、これが、氷のガルクか。氷ガルクは、もちろん、あー、属性攻撃強化大持ってる。いいね。いいぞ。ああ、待って。すげえな。スキル封じとかも持ってる。これすごく使えるね。で、ノーマル。あ、違う、これ水か。水ももちろん攻撃強化大。で、加速。あ、加速。ああ、でも、ごく稀か。強化していけばそこそこ、いいのかな。ダンサーは俺ね、あんまり使い切れないんだよな。なんだこれ、猛毒？うーわ、めちゃくちゃいい。水属性の中ダメージプラス、高確率で猛毒だよ。猛毒はかなりダメージ与えれるんで。いやー、いいな。ノーマルガルクは？え、なに？え、状態異常付与の確率を、アップするやつ、付与率アップ特、これすげえぞ。いや、これはすごい。おお、俺二つ名のリオレイヤー結構使ってて、あれのね、激毒の技をかなり当てることができるようになるんじゃない。わ、これいい。付与率アップ欲しい。ああ、でもちろん無属性強化の台を持ってる。すごいね。すごいぞ。
で、竜属性の方も、攻撃強化持ってる。回心率ダウン。うわー、なんか全体的にさ、すごくいい。おお、HP 吸収。おー、うわー。いやー、すごいよ、すごいよ。あのね、攻撃強化の台を確定で持ってて、他のスキルもかなり強力。これ多分ね、ガルク自体を使うんではなくって継承させて使っていった方が強いのかな。いや、わかんない、まだガルク使ってないからわかんないですけど、まあレア度5なので、まあ7ぐらいのやつにつけていけば、いや、これ強力になるんじゃない。やばそうだな、これ。はい、ということで、今日は昨日夜かな、アップデートが来ました。ガルク入手してみました。全部入手して、全部がかなり凶悪。で、特に俺が思ったのが、ノーマルのガルクの、異常状態を、アップさせるやつ。あれがね、すげえやばいと思う。他のね、ガルクの技もやばかったけども、これは、すごいことになりそう。まあ、とにかく今ね、結構、マルチの方でも募集がいっぱいかかってるので、どんどん入手していきましょう。俺もやっていきます。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。